はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー6ピクセルリマスターでは、首都ベクターを攻略してナルシェに戻ってきたところになります。これはまたバラン様のところへ行けばいいのかなと思ったら、自動で話が進んだ。ナルシェの人たちもやっと戦うことを決心してくれた。帝国の人はどうだった？なるほど。ナルシェの資源、フィガロの機械を使い帝国を攻める計画を練っていたが、兵力不足。風魔壁を開くしかない。ティナ、幻獣界へ。幻獣の助けなくして帝国を倒すことはできない。帝国の東にある風魔壁を開き、幻獣たちがそこから帝国に攻撃を仕掛けると同時に我々が北から攻める。ハサミ撃ちってかさ、めちゃくちゃガバな作戦だ。それって幻獣が協力してくれること大前提じゃん。説得しましょうって。幻獣としては別にさ、このままで良くないか。だってわざわざ帝国に戦争を仕掛ける必要はないんじゃない。私がやる。ティナの存在とか別にそんなに知れ渡ってないと思うけどね。幻獣を説得できればピリオドを打つことができる。え、今どういうメンバーなの？セッツァーと2人じゃねえか。風魔壁は帝国の東、帝国は監視しているが、なんとか潜り込み解放してくれ。避けられぬ時、エリクサー。なんてさ、時計の中大体エリクサーがあるよね。すっげえ変なとこにいんな。武器のラインナップとか変わってないよね多分。で、仲間は多分もう飛空艇の中で帰るはず。お、すげえ、地図がある。アイテムの宝箱とか乗ってるんだけど、フィガロ城取ってね。すげえ、これは便利、めちゃくちゃ便利だな。一軒家、ちょっとパーティー編成だけしよう。装備引っぺがしてやろう、全メンバー。ありがたい、こういうの助かるな。さて、どういうあれがある。これはなんだ、ポーカーかブラックジャックか、なんかそんな感じ。ルーレットで、あ、これはかけるやつか。一応ね、あのシンガポールのカジノとかは少し遊んだことがあるんで、だいぶ前だけどね。あと賭け事は俺全然やんないから、もう決めた金額だけしかやらんっていう、そんな感じ。パーティー入れ替えよう。じゃあティナは入れておいて、で、まあエドガー・マッシュのこの兄弟は強いよね。で、なんとなくストーリー的にロックを入れておこう。トランス控えメンバーか。一回最強にして、でアクセサリーは盗賊のコテに、盗賊の腕は、まあサンダーブレードでとりあえずいいでしょう。でティナも最強にして、でティナはやっぱり魔力特化にしたいから、三角帽子、ホワイトドレス、盾ってなんか魔力上がるやつある。エンハンスソードがまだないからね、まあ、普通にアイスブランドの魔力プラス2でちょまちちだよ。ちょっと左にも装備できる。アイスブランドにして盾がなんかいいのがあれば、魔力が上がるようなやつないな。でイヤリング、物理攻撃、魔法攻撃、両方か。いや、で、イヤリングで、いっか。で、エドが一回さ、フレームターになった。なんとなくだけど、やりそびさえとこう。で、エルメス、なんかある？別に機械使うからね。そんなって感じなんだよな。
バリアリング、あー魔力プラス2か。ホワイトケープ、安らぎ、混乱バーサク防ぐ、なんとなく安らぎにしとこう。マッシュも最強にして、でテールメス入れるでしょ。そこからまあ一応ブラックベルト、そっか後ろにしちゃってるからブラックベルトがあんま意味なかったな。でティナだけ下げとこう。ティナなんで減ってんの、マジックパーとか。あと厳重で、ちょっと待ってね、装備してる人たち装備してんな。ファイラじゃあシグアだな。回復魔法を覚えさせたんじゃない、ちょっと新しいやつ、ユニコーン、あケアルラがあるな。ただラケ、あマディンいいじゃん、魔力もプラス1、これかなりいいわ。さすがティナのお父さん。でバイオブレイクです。これもいいな。バイオってそこそこ強いんじゃない。ファイヤーブリザードサンダーがめちゃくちゃ早く覚えられるな。ビスマルク、レイズか。レイズは結構貴重だな。でカートブレパス、なんとなくヒットポイント10%か。いいねいいねいいね。ファントムはマジックパワー10%か。なんもない。ユニコーンもなんもない。じゃあ力プラス1イフリート、ここにしよう。これ外にいる人たちって全然魔石もちろんないよね。何にもカイエンとかさ。では帝国の東、馬壁監視所、これ結構もう世界回ったな。ここが今帝国のところで、ちょっと上にいた方が見やすい。ここがあれだから、どこへ向かえばいいんだ。厳重会、ここどこ、ゾゾの町。なんで厳重会とゾゾの町は変わんねえんだけど、どういうこと。なんかあそこ右も行ってないとこがあんな。こことりあえず飛宮艇を手に入れたから世界を回りたいけど、なんだ、どうなってるこれ。ちょっと世界巡り、敵の強さが分かんねえんだけど、それなり世界3人ブンドル、これは一緒パターン。好きな後ろに下げてるもんね。え、こっちはなんかあるね。あれ普通にあれだな、サマさんの村に来たな。ふんって、まあよそ者だからね。見かけない顔だな。あっち行け、アクセ屋さん。見かけない顔だな。売ってくんない、よそ者には売ってくんないか。あれこっからどこだっけ。とりあえず風魔壁監視所みたいなとこ行かなきゃいけないんだっけ。ちょっと流れを忘れた。先にこっちへ来て、こっちょこもいねえかな。いない、歩いていくか。あぶね、盗めない。最近盗む率が悪いな。なんかここにもあれがあるけどね。げ、なんか強そう、キマイラって。ハイポーション、どうせならなんか決まりだから分取ってほしいんだけど。さあどれほどの実力か見せてもらおうじゃないか。パクで盗め、
結構強い、やはりブリザード。さすがに低手早いよな。ここら辺がよくわかんないんだよな。ここにあるんだけど、先にやっぱこっち行かなきゃいけないか。素直に通れるか。風魔引き監視所、おかしい、帝国の見張りがいない。先行くか。どこ行った、どっから行くのこれ。行けねえんだけど。部屋入ってみよう。誰もいない、マジで誰もいない。ここ鍵かかってるよね。そうそうそう、先のイベントをやって鍵を手に入れないと取れないはず。だからここは本当に通過ポイント。でここに入って、風魔壁洞窟1階、アサシンだが、これ完全にシャドウ用じゃねえかよ。地下1階、ポーカー。なんでヒットポイント減ってんだ。ゲー、ひどい、これ厄介だよな。また使っちゃってるし、潜水なんてできるんだ。回転の武器に、ちょっとじゃあ鳳凰の前使えないとなると結構めんどくさいな。風切り刃、これもさ、シャドウじゃね。そんなことない、アサシンダーが使えるか。魔力が上がるじゃん。てかまあフレーム弾も別に魔力上がるけどさ、素早さも上がるのか。あっそう、これこれなんだっけ、これどうすんのこれ。いける、いけねえし。OK、 安全地帯を探すのか。え、安全地帯なくね。毒消し、まっぽいよね。そう、これが出ると一撃死なんだよね。だ対戦持ってると効かねえ、超厄介ここ。しまっ、もう魔法でいくしかないじゃん。ファイヤーは効かないし、じゃあもう攻撃だな。マグニチュード8、オッケー、デビテッドトナイトもなんかすげえ厄介だな。つえ超めんどくせえやつだな。ちょっと待って、一回レビテッドは貼っとこう。で、ポーションがいっぱいあるから、何個使うんだこれ。全部使うな。50しか回復しないから。え、マジでどここれ。ここいける?あ、いける。ちょっと待って待って待って。で、ちょ、いけねえし。ここ。よし。エクスポーション。あんたです。じゃあもう魔法だな。ビスマルクバブルブロー、ちょ待って待って待って、バーニングクローみたいになってるからさ、やばい、マッシュが。で44も使うの、弱っ。で3ビーム、でもすげえ激しくなってんだけど。厳重はマジで半端ないな。ミスリルクローとかクソ下がるんだけど、ずっと必殺技に頼ってきたからな。こっちだよ。じゃあオーラキャノンだな。バーニングとりあえずバーニングナックルにしておいて、でそうするとブラックベルトいらねえわ。
え、なんか意味あるのある？スナイパー。バリアリング、ミスリルの固定、もう単純に防御だしね。うん、まあ、ダッシュでしょ。はや。はい。で、下まで。違う、こっちかな。当てっこう。で、どこ行くの？真ん中が行けそうか。あ、ここ大丈夫だね。平次の地って。ドラゴンゾンビ、こいつらは効きそうだよね。で、プンドル。船がもうちょっとなんか覚えてくれればな。盗め。これ、浮いてて動きにくくないのかね。浮いてるときこれどうやって動くんだ。レビテッドの力を取ってし、コーションってしょぼすぎる。ティナも前に出す。オーラキャノンは普通に効くでしょ。ドラゴンゾンビなんとなく。オーラの力1900末。で、ここで、ちょっと待って待って待って、これこっち来たけどさ、あっちじゃね。落ちた。ひどい。チャクラ覚えた。で、こうか。オッケーオッケーオッケー。地下3階。え、なんだこれ、右も左も行ける。なんか宝箱あんな。こっちから行こう。やはりどれだけ全体攻撃を持っているかで、だいぶ戦闘の流れが変わる。マッシュやばいな、ね。ケアルラで一回回復させるか。誰が覚えてるケアルラとか。で、結局だからハイポーションに頼らざるを得なくなる。これなんだ、どっちだ。エーテルターボ。また学校はこう行くのか、これ。いけねし、右の方。こっち一掃できるでしょ。ロックの火力が微妙なんだよな。結局オーラキャノン2発撃つことになるし、魔法習得ポイント1しか持ってねえ。何、何もならない。バックアタック。しかしこれでティナの火力は上がるはずだ。ドラゴンゾンビにやってほしいんだけど。ロックの火力は下がってるでしょ。追撃が入ると強いんだけどな。サンビームとかもドラゴンゾンビもっとなんか効いてほしいんだけど、明らかにサンビームに弱いでしょ。強い。よし、ファイラ覚えて。ファイラとかここ効かねえんだ、そういえば。いやー、あの骸骨超怪しいんだけど。で、あー、なるほど、どこかで物音がした。エドガーもちょっとサンビームやめて回転のこぎりにしようかな。普通にサンダー追撃が発生しない。てかさ、これ後ろだとさ、魔法の威力も落ちる。追撃のなんか弱くないか。ちょっと待って待って、早すぎて制御できない。源氏の固定2個目。一体一体確実に倒す方向にした方が良さそうだな。で、結局だってオーラキャノンで倒す羽目になるからね。娘でした。ボスがいるとして、ゲー、厄介だなこれ。なんだ、忍者。
盗め弱い。チキショウ、大階段の下の広間に埋まっている宝を独り占めにしてようと思っていた。殺した。殺人を犯してしまった。また来る、また来たんだけど、何人いんだこいつら。チキショウ、殺してはないの。これ大階段の下ってこと。埋まっている宝、この葉隠れ、水遁、金の針、どれもいらねえわ。ブンドル、オーラキャノン、お、回転の方がいいだな。で、攻撃。強い。単体火力は高いな、やっぱり。睨みつけられて、暗闇になったのもよくわかんねえ。エーテルターボで後ろにもなんかある。293、謎だな。オーラキャノンでドラゴンゾンビ倒すでしょ。倒せねえ。何、こんな時3ビームやってけばよかった。全然盗めないんだけど、何が影響してるんだ。盗むって素早さが足んないのかな。ま、持ってるアイテムのレア度が高ければそれはそれで盗めなすぎたか。すげえ浮かんだけど、フェリクサ挟まれた。一体ずつ確実に処理していこう。盗め、当たらない。当たらなければ追撃も発生しないからな。で、ハイポーションが250しか回復しないんだよね。これ踏んでみる、普通に。え、どういうこと、よくわかんないけど、いや、スイッチがあります。音は。超謎なんだけど、ちょっと押さないと。これさ、ゲッ、一回踏むともうそれっきり。てかさっき左にあったとこってさ、どこに行くんだ、ちょっと気になるな。なんかめっちゃ進んじゃってる。こっち宝箱ルートかなって思ったけど、左側も気になる。何も持ってない。セーブポイントか。テントが用意されている。あ、ちょうどディナーとか減ってるからね、回復しておこう。先になんか見るだけ見とけばよかったな。よし、これでファイラブリザラサンダラを覚えたんで、ティナは変えよう。じゃあ何って言ったら、ケアルダとエスナー欲しいからね。やっぱりちょっとレベルアップボーナスはない。大階段の下の宝ってすげえ気になるよね。このさ、埋まってる宝全部うんこだったじゃん。それじゃなくないって思うんだけど。待ってね、オーラキャノンはもう変えらんないでしょ。サンビームにして、ビスバルクとか50も使うの。サンダラにして、ブリザラにしよう。これでいこう。強っ。力ばっかり上がってくな、ロックが。あ、でスイッチはキャンセルされてんな。これ怪しい。ロックのサンダラが意味あるのかっていうのが謎です。かといってティナもな、圧倒的な火力を誇っているかって言われたら、まあでも700か。
敵全体で700だったらまあ全然ありか。魔石のかけらって何？魔石のかけらってマジで何？あー、ランダムで呼び出す。スロットが銭投げ。あ、それはいいな。アルテマウェポン。え、なんでアルテマウェポン？こんなとこにあんの？残りのヒットポイントによって攻撃力が変化する。今の攻撃力、てか今のヒットポイントだと多分攻撃力出ないでしょ。てか、アルテマウェポンこんなとこにあったっけ？え、で？あ、ここはもう単体だから。サンダラの釣りたら、このところのこと関係なくない？そうだよね、やめとこう。だってすげえとこにとか魔石のかけらばっかりやんな。でしかも魔石のかけらってランダムってさ、持ってるやつからランダムだよね。ランダムっていうところかな、もうあの結構使い物にならないものもあるから、攻撃力の高いものが出てくればいいけど。地下4階、地下4階一瞬で終わったな。あ、てか風魔壁って地下にあるの？地下にあるくせにさ、嵐が起こるってこれどういうこと？めっちゃただの扉だよね。この奥に厳重階、ティナにかけるしかない。どうやって開くの？そもそも開き方すら分かってなくないか。ティナ、ケーフか。バックアタックだし、つけられていた。ひょひょひょ、ガストラ皇帝のおっしゃった通り、ティナを帝国に歯向かう者に渡し、泳がせれば風魔壁を必ず開く。つまり手の内で踊っていた。君たちに用はない。栄光への道。やり合おうつもり。バックアタックで。どうしましょうかね。自分以外回復、メテオストライク。ちょっと待って、わかんない、これもう R とか L とかどうなってんだか。やり直せるんだけど俺。下上 A、 やり直せるのはいいな。親切すぎだろ。扉が開きますですよ、これ古典的な。あ、そうなの、なんか古典的な騙しかと思ったら。結構風魔壁の封印もガバガバだな。これで開くんだ。開いた開いた。むむ、胸騒ぎが。バハブート、これは誰だかわからん。すごいエネルギー、フェンリルっぽいよね。あれ誰、ミドガルゾーブか。シブは死んだんじゃないのっていう。てかフェンリルも死んでなかった。ティナ、幻獣が飛び出てきた意味がわからん。そしてさらに封印は強固なものに。さっきの幻獣、聞く手に戻ろう。
え、これ歩いて帰るの？テレポとかない、持ってない、誰か。いや、ないないない、テレポない。いや、本当にないんだけど。ちょっと待って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 。脱出できるアイテム。もうなさそう。マジか。あれ、こっから帰れる？あ、一回、なんか知んないけど、ショートカットが開かれていた。それに関しては真実だ。親切だな。というところで、じゃあ風魔壁が終わりましたので、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。